こんにちは。今回は平均点の問題や食塩水の混ぜ合わせで使われる天秤法ですね。これの解説をしていこうと思います。食塩水の混ぜ合わせっていうものも、もともと割合の混ぜ合わせ、割合の平均っていうふうに考えられることができます。じゃあそもそも平均っていうのは何かって言いますと、例えば2つのグループでテストをしました。A グループについて、75点、80点、82点、83点でした。じゃあ B グループの方です。B グループの人数は3人です。75点、81点、90点です。じゃあ2つのテストの結果ですね。これを比べて A グループと B グループどちらが優秀であったか、これを調べてみたいと思います。どういうふうに調べてみるか。今 A グループですね。この点数の合計、これを考えると、75点と80点と82点と83点。165の240の320点ですね。B グループの合計ですね。156の246点です。こういう風に出てきますね。ただこれ点数だけ比べても A グループ4人、B グループ3人ですね。こっちが多いに決まってます。じゃあ次にどうするかっていうと、こっち4人だから1人当たりの点数ですね。こっち3人、1人当たりの点数それぞれ出してみます。4で割るとこれ80です。これ3で割ると82ですね。これが1人当たりの点数。これのことを平均と言います。これとこれだけ比べたら B グループの方が点数が高いから優秀かな。こういうことが考えられます。ただ平均っていうのはそれぞれのグループ全体を比べるものですよね。この結果だけを見て B グループの人全員が A グループより優秀。こういうことは言えませんよね。じゃあここでこの平均ですね。訓読みすると平らにならす。こういうふうに言います。今ここで計算して82点ですよね。これを単純に足して3で割ったものですけれども、これを視覚的にどういうふうなことをしているか、これ図で表してみますと、75点、81点、90点の人、それぞれ点数ってバラバラですよね。これ全部足して3で割って82っていうことは、82ってここら辺です。81よりちょっと大きいぐらいですね。この線より上側のものですね。ここの部分を取って、足りないとこですね。ここに埋めてあげた。そして全員の点数ですね。同じ点数になるようにして考えた。これが平均です。ですからこの82点っていうのはこのバラバラの点数ですよね。これを全員同じ点数になるようにして考えた。これが平均っていうことになります。じゃあ実際に問題解いていきましょう。こういう問題です。ABCDE の5人が算数のテストをしました。5人の平均点より ABC の3人の平均点の方が4点低く、DE の点数の和が140点であったとき、5人の平均点は何点ですか？じゃあまずは書いてある条件ですね。これを面積図ですね。これで表していこうと思います。ABCDE の5人ですね。これが A。これが B、これが C、D、E。こういう風にします。ABC の3人の平均点が全体の平均点より4点低い。ABC のそれぞれの点数っていうのは分からないですね。ABC についてさっきやったように平均で表します。それぞれが同じ点数を取ったとして、こういう感じですね。3人の平均点になります。これが全体の平均点より4点低い。全体の平均点っていうのを、ここら辺にしておきますね。これが4点分です。じゃあ次、D と E、足したら140点ですね。もちろんこれも D と E について何点何点かっていうのはわからないですけれども、D と E についても平均点でいいです。2人で140点だから、平均点2で割って70点ですね。こういうふうに表すことができますね。この青の線で書いたとこですね。これは5人の平均点です。ここの3人とここの2人ですね。合わせて5人の平均点がここになります。平均っていうのは平らにならす。出っ張ってる部分っていうのをこの足りない部分に埋めてあげることですね。ここの部分が、ちょうどここに埋まると。これをそのままここに入れてあげたらいいです。で、もちろんね、これの分に関しては点数出てきます。3人分で4点だから、4×3 で、ここ12点です。
同じようにここの部分がここに埋めれたんだから、ここ12点ですよね。12を2で割ってここの点数が6点、全体の平均点では70から6を引いて64点。こういう風に出すことができますね。この今書いた面積図ですね。面積図のここの部分ですね。ここの部分だけを取り出して考えるのは天秤法になります。この部分がちょうどここに埋まるんだったら、人数、今ここ2人、ここ人数3人ですね。3人2人になってるんだったら、ここですね。こことここの長さの比、これとこれの面積の比が一緒になるんだったら3対2になりますよ。3人がこっち、2人がここに来ます。こういうふうな図、実際書いてみますね。理科で書く天秤と同じようなものです。こっちが ABC。こっちが DE とします。人数ですね、ここになります。3人、2人。じゃあ全体の平均点っていうのは、さっき書いた面積図ですね、ここの、こことここの比ですね。ここに来るとこですね。ここを求めたいんですよね。3人2人だったら全体の平均点っていうのは、こことここですね。人数の比と逆になるように、こことここの部分が一緒だから、こことここの比っていうのは2人3人ですよね。2人3人の逆になるように比が出てきます。ここが2対3ですよね。今分かっているのは D と E の点数の和140点です。だからここの平均が70点。ABC の3人は全体の平均点より4点低い。っていうことは2丸が4だから3丸ですね。ここは6。全体の平均点は70から6を引いて64点。こういうふうに出すことができます。ではもう一つ、平均点に関する問題取り上げていこうと思います。算数のテストで合格点を決め、その点数以上を取った人を合格としました。合格者は全体の 80% で、合格者の平均点は合格点より10点高く、不合格者の平均点は合格点より20点低くなりました。また全体の平均点は70点でした。合格点は何点ですか？さあ、この問題も天秤で考えていきますけれども、合格者、不合格者、こういう風にします。この問題で出てくる合格点っていうのは全体の平均点とは別物ですね。何点以上の人を合格とします。結果、合格者が決まる、不合格者が決まるっていうことですね。全体の平均点っていうのは合格点と関係なく全員の点数ですね。これで決まります。今分かっていること。合格者は全体の 80% です。具体的には人数は分かりませんけれども、全体の 80%、これが合格。不合格者っていうのは 20% です。じゃあそこで合格点っていうのがこういう風に決まってます。合格者の平均点っていうのは合格点より10点高く、不合格者の平均点っていうのは合格点より20点低いです。さらに全体の平均点は70点でした。全体の平均点どこに来るかっていうと、ここが 20% でここが 80% ですね。人数の比1対4です。全体の平均点っていうのはこのあたりですかね。4対1。ここの人数の比と逆になるところ。これが全体の平均点ですね。じゃあこの図見てもらったら、4丸と1丸。5丸が30点です。1丸が6点ですね。求めてくださいってのはここの合格点ですね。全体の平均点問題文に書いてました。ここ70点です。ということは、この合格点っていうのは70点より10、6点高くて10点低いですね。76から10を引いて、これが合格点。こういうふうに出すことができますね。じゃあ、食塩水の問題。これも天秤法で解いてみましょう。まず問題読んでみますね。5% の食塩水が 200g あります。この食塩水に濃度の異なる食塩水、これを 100g 加えると、6% の食塩水となりました。加えた食塩水の濃さは何%ですか？こういうふうな食塩水の問題も天秤法を使って解くことができます。5%。上に濃度を書きます。5%、200g。これに四角%100g。
これを混ぜ合わせると 6% になった。これとこれですね、重さの比2対1。これが逆にこっち側から1対2になります。ということは、ここの1丸ですね。この1丸が 1% 分です。2丸っていうのは 2% 分だから、ここ 8% ですね。加えた食塩水の濃度、これは 8%。こういう風に出すことができます。最後にもう1問だけ解いておきます。問題読みますね。濃度は 20% の食塩水 200g から四角 g を取り出し、同じ量だけ水を加えると、食塩水の濃さは 16% になりました。取り出した食塩水の量は何グラムですか？こういう問題です。書いてある問題、条件まとめます。20% の食塩水、200グラムがあります。ここから何グラムか取り出します。取り出したんで、この食塩水の重さ分からなくなります。分からなくなりますけど、濃度は変わりませんよね。20% の食塩水。こういう風になります。ここに水を加えました。水っていうのは 0%。0% の食塩水と考えてください。ここに取り出した量と同じ量の水ですね。これを加えました。これを加えたことによって 16% になります。さあ、同じように天秤書いてみます。0% こっちに書いた方が分かりやすいですね。これを 20% のところに加えた。そうするとできたのは 16% です。ここの重さ、それぞれいくつかは分からないですけれども、ここが16、ここが4、4対1ですね。っていうことは、こことここ、1対4。こういうふうに分かります。じゃあこの図で、ここが4丸、ここが1丸ですよね。この加えた水の量っていうのは、ここで取り出した量ですね。1丸取り出して4丸になったんです。じゃあ元々の 200g。これっていうのは5丸です。じゃあ取り出した量1丸いくらかっていうと200割る5ですね。こういうふうに出すことができますね。天秤法についてまとめておきますと平均点ですね。平均点に関しては総得点は全体の点数の和を人数で割ったものです。濃度の問題に関しては、これ食塩水の濃度ですけれども、食塩の重さを全体の重さで割ったものです。もちろん、パーセントで出すんで、かける100するんですけれども、天秤法で書いたとき、棒の上からに書くものですよね。これ平均点です。濃度だったら、これを上からに書きます。下の重りとしてぶら下げるものですね。人数をぶら下げます。食塩水の場合は全体の重さですね。これを下にぶら下げることになります。実はこの形で表されるものですよね。平均とかを出すときは、実は天秤法で出すことができます。注意してほしいのは、例えば人口密度の問題とかですね。人口密度は人口を面積で割ったものです。天秤法を使うとき、こっちはね、ほぼ大丈夫なんですけれども、平均点の問題解くと、ついつい人数ですよね。これぶら下げてしまいたくなりますけれども、天秤法で解くとき、下にぶら下げるのはこれですね。面積です。面積の比によって人口密度の比が決まります。単に密度ですね。理科とかで出てくる比重とかなんですけれども、重さを体積で割ったものです。上に書くのは密度。これはまず間違わないんですけれども、下に重さとしてぶら下げるものですね。体積です。こっちとこっちを比べたときによく使うのはこっちです。人数をぶら下げるんですけども、人口密度のときは面積です。食塩水の濃度のときですね、全体の重さをぶら下げます。普通に密度を解くときに関しては体積ですね。体積比で決まります。この形でよくわからないときには、この形の式書いて、どっちが上で何を下にぶら下げるんかな、これっていうのを意識してください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。